今月2日、いじめの被害児童だった A さんが取材に応じた。結局その18年間その何も変わらなかったなっていうのが、まあ、率直な気持ちですね。自分の視界には A さんは今28歳になった。こういじめがあって本当死のうかなって思ったことはあったんですけれども、母親があの学校に行かなくていいよっていう、まあ、一言でそのああ自分は死なずに済むんだっていうふうに思ったんですけれども。2005年、神戸市立の小学5年生だった A さんは同級生13人から殴る蹴るの暴行を受け、恐喝されて50万円以上を親の財布から抜き取り渡していた。1年にも及んだいじめは父親が異変に気づき、ようやく終わったという。加害児童の多くはいじめを認め、こんな謝罪文を送っている。僕は恐喝してお金を取っていたことは間違いありません。死ね、消えろ、仲間外れにもしました。大変反省しているので、すべて話してお詫びすることにしたのです。発覚から3年後、いじめを認めなかった加害児童3人の親を相手に損害賠償を求めた裁判で、加害児童全員のいじめが認められた。しかし、神戸市教育委員会だけが、いじめがあった事実を認めていない。16回調査に応じても確定判決が出てもその調査が不十分だったって言ってるんですね。まあ、本当にその、まあ、不十分だって言うんであればそのどういう調査が十分だったのかっていうのを、まあ、逆に教えてほしいですね。発覚から4年後の2010年、いじめを認めない理由について教育委員会の幹部が市議会でこう証言している。被害を受けたと主張されている児童の保護者の方から、子どもにも直接話を聞かないでほしいという強い要望が学校の方にあったと聞いております。双方の児童から聞き取りが十分に行えなくなったと。これを聞いていた A さんの父親は、すいません、委員長、被害者の父親なんですが、ちょっと発言を認めていただけないでしょうか。今の説明は虚偽説明です。その部分だけを 1,2 分で簡単に説明しますので発言を認めていただきたいんですが。それをしかし発言は認められなかった。被害者の父親が、息子に話を聞かないでくれと、要するに学校の調査を妨害したと言ってましたよね。全くそんな事実はないんですよ。聞き取り調査ができず、いじめがあったか判断できないと主張してきた教育委員会に対し、父親らはいじめを隠蔽していると訴えてきた。それには訳があった。問題が発覚した2006年、父親は校長と面会した際の音声を録音していた。校長はいじめがあったことを認めていたのだ。手足でみんな踏まれてるとか蹴られてるような、で結構朝はあったんですよ。手足、お風呂一緒に入って、これどないしたんや、いやこけたとか、ほんまにねすごかったでしょ、そのいじめの回数とか。かわいそうね、もうほんまと私まとめながら涙出てきました。許されへん。しかしこの1ヶ月後、校長の態度が一変する。それ僕の口から聞いたって言わんとって、そこだけの話ね、ひょっとしたらね、捜査されてる。何の捜査ですか？意味はなかった。誰が捜査してるんですか？突然いじめはなかったことになると言い出したのだ。父親は支援者らと共に学校を指導していた教育委員会に
なぜ認めないのか何度も迫った。何が足らないんですか。で、全体像を見るって全体像分かってるじゃないですか。その時におけるお子さんの証言だとかそういうこと自体がその当時に把握できてない。そしていじめから15年後の2020年、市議会での16回目の陳情がついに認められ、第三者委員会が設置されることになった。すると調査委員会に段ボール4箱送ってきたんですよ、教育委員会から。で、それまで資料は全くないって言われたんですよね。それはどんな資料なのか。教育委員会が父親に開示した資料は核心の部分が白くマスキングされていて内容は分からなかった。しかし取材班は関係者からマスキング前のものを独自に入手。それは学校がまとめていた34ページにも及ぶいじめ調査記録だった。記録は時系列にまとめられていて、校長や担任らが A さんや加害児童から直接聞き取った内容が詳細に記されていた。被害児童が養護教諭に話しかける。僕は恐喝されたりいじめられたりしている。主な加害者はクラスに11人と隣のクラスに1人いる。担任はいじめを見過ごした。クラスに信頼できる心を許せる人間は誰もいない。自殺しようまで思った。A さんからは2ヶ月にわたって16回直接話を聞いていたことが記されていたのだ。取材班がこの資料を入手した直後の去年3月、 A さんにも確認してもらった。聞き取りなどで作られた、学校側が作った。学校が作ったんですかね。そうです。なんかパッと見ですよ、はい、なんかたまたま開いたページに至って、なんか僕こう見て思い出したこととかありますもん。あ、こんなんあったなみたいな、はい、でもそれぐらいめっちゃ詳細です。これ自分がでも話したことによって、いや、全部事実ですけども、これまでないとされてきた調査記録はなぜ存在していたのか。取材班はいじめ発覚当時の教育委員会の元幹部を直撃した。これは覚えてらっしゃいます？いや、それは見たことないんですよ。見たこともない、はい、神戸市教育委員会の中で保管されてたんですけども、はいはい、これは隠蔽していたわけではないということですか？はい、それはじゃないと思います。ないと。その都度に判断されてるので。あ、別の元幹部は34ページもたって学校側がしっかり当時どんな調査をしたかっていうのを。うわ、すごいね。知らない、記憶にはないかな。当時から脈々とこれを表に出すなというようなことが内部であったんじゃないんですか？うん、それはないです。この取材の後、神戸市教育委員会は内部調査を行い、学校作成の記録について見解を示した。2010年には事務局が入手していたが、メモや備忘録の遺棄を出るものではなく、公文書には当たらないという理解のもと、書庫などで保存されていたものと資料される。調査記録はもともとあったが、メモや備忘録と判断し公文書として扱っていなかったと説明した。そして今日、2年半にわたり教育委員会の対応などを調査していた第三者委員会が最終報告書をまとめ公表した。当然公文書であることが分かっているにもかかわらず、これを公文書として見なさなかったことは不当であるというふうに評価いたしました。教育委員会はその事実と向き合おうとしなかったという、その姿勢自体が
まあ、非常に不誠実であったというふうに考えております。組織的な隠蔽ということですか。この点については組織的な隠蔽と、この議事録じゃない、時系列については組織的に判断されたと考えております。第三者委員会は18年前のいじめ行為をすべて認めた上で、学校作成の調査記録を不当に公文書から外し明らかにしなかったことは隠蔽であると指摘。さらにその存在を知りつつ市議会で公文書はないとしたのは明らかな虚偽答弁とした。父親が受け取った報告書には教育委員会の内部調査についてこう記している。調査記録があるかないかが問題であるのに、公文書に当たるか当たらないかに論点がすり替えられている。まさに子供騙しの調査と言わざるを得ない。先ほど会見を開いた神戸市教育委員会は、調査委員会の調査結果を重く受け止め、いじめの事実を認定するとともに、事案発生当初より真摯に徹底した調査を行うべきであったと考えており、深くお詫び申し上げます。なんか隠蔽してたのではないかという指摘については、市教委としてはどう受け止めてるんでしょうか。公文書の該当性を限定的にこう解釈していたと、故意に隠蔽したというふうなことという判断はできないというふうに考えております。いじめから18年、当時のことを思い出すことはほとんどなくなったという A さん。教育委員会に対してこう話す。その教育委員会にはそのいじめの隠蔽をその認めてほしいっていう気持ちはあります。生きてきたからこそ結果に立ち会うことができたなって思います。その逆に僕が当時その自ら命を絶つっていう決断をしてて、まあ、死人に口なしじゃないですけど、そういった意味で調査ができなかったら一体その今頃どうなってたのかなってなると本当にちょっと恐ろしいですよね。